本日のシンポジウム閉会にあたりまして NPO 法人チャイルドケモハウス理事長大阪大学医学部附属病院小児科教授の大園啓一先生から皆様に閉会のご挨拶申し上げますお願いいたします。 え皆さん、お忙しい中ですね最後まであの残っていただきまして、ありがとうございました、えー、今日のこのシンポジウムを通じて、今現在置かれているですね小児がんを取り巻くまあ状況です、ね、まあ、あの困難さと、そしてその中の希望というのは分かっていただけたと思います。 えー、あの厚生労働省の鈴木先生をはじめ講師の先生方も本当にありがとうございました。えー、と一言ですね。私もちょっと自分の体験とですね今何を考えてるかをあのお話したいんですけども。えー 今日ちょっと出てきました。その綾世代ですね。綾世代に関しましては、えー、まあ学習環境とかですね、なかなか整備されていないのですね。まああの一年前にですね、病大阪大学附属病院のまあ幹部の先生方にですね、これを何とかしたいということを訴えました。そうするとですね、返ってきた答えはですね、いやそれはまあよくわかるけども、例えばああいわゆる現役世代ですね。実際に働いている人が癌になったというのを もうそれは大変でその数も非常に多いんだからやはりそちらの対策を優先したいとこういうお答えだったんですね。でまあ、私その場ではあの、えっと、分かりましたと引き下がりましたけども今それに対してですね、まあ、2つのことを考えております。1つはです、ね、やはやり、まあ あの症例数のはやはり大事でですね、少ないのは分かっておりますけれども、やはりそれは増やす努力は必要だろうと、それは一つがこの拠点化だと思います。我々のところで言うと、やはりその紹介患者さんを増やしていただくということ。 いうことに関しては努力をする必要がありますしそれからやはりそのあ世代をですね小児科が見ていくんだというメッセージも非常に大事だというふうに考えております例えばうちでは今骨肉腫もですね小児科医が見ておりますだからそういうふうにして、えー、なんとかですねその元のおまあ、患者さんのですね、えー、なんていうか,かん考え思いをですね伝えられるような存在になりたいというのがまず 1> 1点ですね、もう1点はですね、えー、今日はあんまり話出てこなかったんですけど先ほどちょっとセントジュイドの話が出ましたけども、えー、あそこがの病院がですね非常に素晴らしい医療をしているそれはもう間違いないんですけどもそれを支えているのはですね実はありませんだからこの,あの文化的背景とかいろいろあるとは思うんですけども日本でもですね やはり寄付の,の文化を根付かせたいとこれが今チャイケをも取り組んでいる一つなんですこれは実際の運営面にもお,そらくお金って今大事なので必要なんですけどもそれ以上の効果はですねサポーターがこんだけいるということをまあ例えば行政の方とかに示せるということなんですね。 えー、これだけみんなが支援したいと思っているだけど実際には支援を受けられてないようなことがたくさんあるじゃないですかということの、えー、メッセージ力っていうのは非常に強くなりますのでまたこの点につきましてもですねぜひ皆様方のご支援を仰ぎたいというふうに思っております本当に、まあ、今日はあのいろんなことがありまして、えー、なかなかあの皆さんの頭も整理しきれないところはあると思いますけれども一、まあ、つずつですねあの努力して実現できるようにまあ あの皆さんとともに頑張りたいと思いますので引き続きよろしくお願いします本日はどうもありがとうございましたありがとうございました NBO 法人チャイルドケモハウス理事長大阪大学医学部附属病院小児科教授の大園健一から皆様にご挨拶申し上げました で本日のシンポジウム、小児癌をどうしていくのか、対策をどうしていくのか、それに対して現場が考える日本の小児癌医療のあり方とはどのようなものなのか、それをお伝えしたかったと思っております。えー、長い間こうして、えー、聴講いただき誠にありがとうございました。本日の癌になっても笑顔で育つ小児癌の子どもと家族を支える小児癌拠点病院と地域サポートのシンポジウムをこれにてお開きとさせていただきます。本日はありがとうございました。 ありがとうございました。